今年は違う。対日戦勝記念日に日本を敵対視するプーチン。ロシアにおける9月3日は第二次世界大戦で日本軍に勝利したことを示す対日戦勝記念日にあたる。ロシアのウクライナ侵攻でプーチン政権はウクライナを支援する日本を非友好国扱いにしており、両国関係は昨年までの9月3日とはがらりと環境が一変した。プーチン大統領側近からは、日本は全力でロシア嫌いを促す世界的運動を主導する立場、ロシアは北海道に全ての権利を有しているとの強硬発言も飛び出し、この日は北方領土で大規模軍事演習ボストーク2022の一部訓練が行われることも予想されている。見境がつかなくなった姿勢には、プーチン氏と個人的関係を結んだ安倍晋三元首相が逝去し、防波堤がなくなったことが背景にある。1991年の日ソ共同声明でミハイル・ゴルバチョフ氏が開いた両国の友好の扉は閉じられ、再び冬の時代に入ったと言えそうだ。対ドイツとは異なっていた対日戦勝記念日、ロシアは2010年、日本政府が1945年東京湾上に浮かぶ米戦艦ミズーリ上で降伏文書に調印した9月2日を第二次大戦終結の日に制定した。しかし保守派は当時その翌日にモスクワなどで祝典が行われたことをきっかけに、ソビエト共産党指導部が対日戦勝記念日と位置づけた9月3日を重視しており、20年にはその記念日を9月3日に変更された経緯がある。14年のクリミア併合で日本は制裁を与える欧米諸国と同じ道を歩み、ロシア国内では反感を買うようになった。一方でウラジーミル、心臓と呼び合い、困難な北方領土問題を何とか解決しようとした糸口も事実上消滅してしまった。9月3日に対する雰囲気が変わったのはそうした背景がある。しかしロシアにとってこの対日戦勝記念日は、第二次大戦時には敵国だったナチスドイツに対する5月9日の対独戦勝記念日に比べると意味合いは大きく異なっていた。これまでもサハリン州などの一部地域で式典が粛々と行われるなどしていたが、一方で軍国主義の日本を咎めたり、ことを荒げたりしない方向で進んでいた。15年9月に東方の窓と位置づけた極東ウラジオストクで、ロシアと日中韓などのアジア太平洋国との経済的連携を深める東方経済フォーラムが始まった。毎年9月上旬にこの国際会合が開かれたため、対日戦勝記念日が持つ意味合いを減らす毒消しのような効果がもたらされたのも大きい。ロシア国営メディアも安倍元首相が参加するこの東方経済フォーラムの方を重視して、ロ日の経済的結びつきの高まりを盛んに報じていた。クリミア併合直後の14、15年の2年間はこの対日戦勝記念日にプーチン大統領が第二次大戦でソ連軍側についた国々を訪れ記念式典に参加した。14年9月3日にはソ連軍とモンゴル軍が日本軍に勝利したハルハガーの戦い、ノモンハン事件75周年に合わせモンゴル入り。プーチン大統領はハルハガーでの勝利は日本の第二次世界大戦への参戦を約2年半遅らせた、ソ連にとって最も困難だった独ソ戦の時期、ナチスドイツの同盟国だった日本はソ連攻撃に踏み切らず、それによって極東シベリアから西方への部隊の投入が可能になり、それはモスクワ攻防戦で決定的役割を果たしたと語った。翌15年9月3日は第二次大戦終結70周年を中国と一緒に祝うためにプーチン氏は北京を訪れた。中国では日本が降伏文書に署名した2日ではなく3日を対日戦勝記念日としている。プーチン氏は訪問を前にタス通信と新華社通信のインタビューに応じ、ロ中両国にとって戦勝記念日は特別の意味を持つ
ソ連は勝利のため莫大な犠牲を払い、中国人民も多大な損害を被った。両国はナチズム、日本軍国主義との戦いで同盟国となり、侵略者らの主要な攻撃をその身に引き受け、激戦の末に勝利し、征服された諸国民を解放し、世界に平和をもたらした。困難な時代の両国国民の相互支援と共通の歴史的記憶は、現代の露中関係の強固な基盤となっている、と語った。北京で行われた軍事パレードを観閲した習近平国家主席は、中国はロシアとの全面的な戦略的パートナーシップの発展を不断に継続していく。両国は今後も第二次世界大戦の歴史の書き換えに共に抵抗していくべき、と語ると、プーチン氏は、占領者たちの残虐行為を忘れるべきではなく、将来同じことが二度と起きないよう、我々はそれを記憶する必要がある、と返した。14、15年は歴史カードが切られたと思われるかもしれないが、一方で国営メディアなどでは露日関係の重要性は盛んに喧伝された。モンゴルでも中国でのプーチン氏の発言は、第二次大戦時の日本の戦争責任をやり玉に挙げる趣旨ではなかった。一時は日露の友好関係を演出。16年は2回目を迎えた東方経済フォーラムに安倍首相当時が出席し、首脳会談では平和条約交渉の前進を確認し合った。一方で世耕弘成経産省とシュワロフ第一副首相の会談では経済関係の強化策が話し合われた。このためロシアでは日本の姿勢に関するネガティブ報道はほとんどされなかった。安倍氏はフォーラムを締めくくる全体会議で、ウラジオストクに真の国際都市としてのかつての栄光を取り戻そうと望んでいる。そのような大統領の夢は私の夢でもある。大統領、ウラジオストクをユーラシアと太平洋を結ぶ玄関口にしようではないか、とエールを送った。プーチン氏はこれに対し、領土問題をめぐる質問に、我々と非常に良好で信頼に満ちた関係を築いている新蔵が述べたように、ロシアも日本も独自のビジョンを有し、それぞれが自国の国益のプリズムを通してこの問題を見ているが、問題の解決が必要との一点では全員が一致している。どちらの側も敗北したと感じないような形が必要だ。困難だが解決策は見出しうる、と語った。17年は9月2日第二次世界大戦終結及び南サハリンクリル諸島解放の日として、ユジノサハリンスクで軍事パレード、エトロフ・クナシリ・シコタンで南サハリンクリル諸島解放の日の祝賀行事が行われた。9月4日にクリル諸島で自動車化狙撃部隊と砲兵部隊が上陸阻止訓練を行う出来事もあったが、9月7日に東方経済フォーラムで日露首脳会談が行われて友好がアピールされ、対日戦勝記念日が大きくクローズアップされることはなかった。18年にはやはり東方経済フォーラムが9月10日から行われ、安倍首相も3年連続でウラジオストクを訪問した。ペスコフロシア大統領報道官は、平和条約をめぐって日本側に過度の期待が存在しているとした上で、こうした問題で終局を見出すのは相互信頼に基づいてのみ可能だ、と指摘した。ロシア軍がシベリア極東地域で4年に一度行う大規模軍事演習ボストーク2018も実施された。公式発表では兵士約30万人、実際には10万人以下との見方、戦車など約3万6000両、艦艇約80隻、航空機約1000機が投入され、中国軍やモンゴル軍も参加した。実施期間は9月11日から17日で、今年のボストーク2022のように演習期間に対日戦勝記念日が組み込まれることはなかった。19年にもウラジオストクの東方経済フォーラムに安倍首相が招かれ、27回目の日露首脳会談9月5日が行われたが、
これまでのものと比べ、この時期に強調される友好的な演出も微妙に変わってきた。トルトネフ副首相兼極東全権代表はフォーラムの総括記者会見に臨み、クリル諸島は日露の共同活動でより急速な発展が可能だが、日本側の決定欠如で発展が抑制されていると日本側の姿勢を問いただした。